それでは、ここから内藤先生に、司会をお願いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。それでは、これからですね、ラカ山脈よりも国定公園の国立公園化に向けた魅力発信パネルディスカッションということで、皆様と、いろいろとですね、この、秋、冬、あとで山北さんより、スケジュールとか説明あると思いますけど、予定されている国立公園化に向けてですね、どういうふうにその、魅力をですね、発信していくか、先ほど、鳥居部長からもお話ありましたように、非常に大きな魅力とですね、ポテンシャルを持っている、場所だと思っています。その魅力をですね、どう伝えていくか、まあ、あとそれから国立公園化されることによってですね、課題はないのかなどといったお話をですね、皆様と今日はしていければと思っておりますので、よろしくお願いいたします。それではですね、まず、環境省の山北さんからの今のそのお話があった日高山脈の、この魅力、それからその現状ですね、国立公園指定に向けて、どういう、スケジュールとですね、どういうような取り組みを今されているかということを含めてですね、ご自身の自己紹介も含めてお話を伺いたいと思います。よろしく、山北さん、よろしくお願いいたします。改めまして、環境省帯広自然保護官事務所の山北と申します。よろしくお願いします。簡単に自己紹介をさせていただきます。私はですね、環境省の、自然保護官、私たちレンジャーと、呼んでおりますけれども、平成16年に、環境省に入省いたしまして、初めは東京の霞が関で、勤務をしておりました。でその後、だいたい 3,4 年、サイクルで全国各地を、移動しておりまして、国立公園の現場のレンジャーとしてでは、平成18年の9月に、妙高戸隠し連山国立公園の戸隠し自然保護官事務所で、2年半、現地のレンジャーとして、勤務を、した後、その後平成21年の4月からですね、北海道の大雪山国立公園の東大雪の、自然保護官として上士幌自然保護官事務所に勤務をしておりました。でその後ですね、名古屋の、中部地方環境事務所、白山国立公園ですとか伊勢志摩国立公園、を管理している、ところに、赴任をいたしまして、昨年の4月にですね、帯広自然保護官事務所に、着任をした次第でございます。次お願いします。事務所の紹介を簡単にさせていただきます。帯広自然保護官事務所はですね、日高山脈を国立公園化にするということで新しく、4月、に設置をされた事務所でございまして、帯広市内に6月の末に、開設をいたしました。で日高山脈襟裳地域今国立公園にするということとですね、国立公園の指定後はその管理を行うことと、その他のシマフクロウなどの、希少野生動物の保護上宿に係る、業務というのも、担当しておりまして、管轄の区域はですね、十勝、日高、の関係市町村の13市町村を、担当しているところでございます。次お願いします。で国立公園、とはということをちょっと簡単に、ご紹介をしたいんですけれども、国立公園、全国で34カ所指定をされておりまして、自然公園法に基づいて、環境省が、管理、指定管理をするものでございますけれども、国立公園の目的っていうのはですね、その保護っていうことも優れた自然を保護するっていうことも大事な目的なんですけれども、それ以外に利用するということも同じぐらい大事だと、国立公園の中で遊んだり、ゆっくり休養したり学んだりというような子は利用するということも大事な責務でございます。お願いします。でこの国立公園化に向けた動きっていうのを簡単にご紹介をさせていただきますけれども、そのきっかけっていうのがですね、平成19年から21年に環境省本省の方で国立国定公園総点検事業というのを行いました。これはですね、その全国 の, 国立国定公園、今一度その素晴らしいところが残されているところが、どこにあるかということを今一度 見直してみましょうということを、行いまして、でその時にですね、この日高山脈の襟裳国定公園
とその周辺部分っていうのが、あの国立公園の新規指定に、まあ、ふさわしい、まあ、候補地、まあ、またはその今の国定公園の、拡張 の、 あの候補地というところにその選定されたということがきっかけでございます。でこれを受けまして、平成28年から30年にですね、環境省の北海道地方環境事務所の方で、まあ、本当にあの日高えりもの地域周辺にその国立公園にふさわしい資質っていうのがあるかどうかっていうのの、あの自然環境等の調査を行いました。でその結果、あの国立公園の資質にふさわしい、あのまあ風景地というのが、まあ、あるということをあの確認ができましたので、令和2年からですね、日高山脈えりも、まあ、現在国定公園に指定されておりますけれども、まあ、そこはあの国立公園に、指定を目指すという方針を、固めまして、でそれに向けたあの各種調整を開始しているというところでございます。あのどういった調整を、まあ、あのかあのや今やっているかといいますと、今の国定公園の外側にも、国立公園の資質としてふさわしい、まあ、自然環境が確認されているということが分かりましたので、あの区域の拡張っていうのを、国立公園の指定に合わせて、今検討しているところでございます。あとはですね、その区域と、まあ、地主区分、規制のレベルですね、規制のレベルと施設計画、まあ、どこにその、キャンプ場ですとか登山道ですとか、まあ、国立公園のその利用するための、その施設を配置するかというようなものを、土地所有者と、まあ、関係機関の方々と今調整をしているところというところでございます。で、まあ、今後のスケジュールなんですけれども、まあ、さっき愛子先生からお話ありました、まあ、12月、の指定を目指しているというところで、まだちょっとこれはですね、その土地所有者さんの今その調整中ということもあって、まあ、実際その調整の具合によっては長引く可能性もあるかもしれないんですけれども、今のところ最速で12月の末を目指しているというところでございます。次、資料、3の4-3-18をお願いします。あ、ごめんなさい、資料3でいいです、ごめんなさい。ですね、ちょっとここから国立公園の資質として、まあ、ふさわしいところがあるっていうところが確認されたというところなんですけれども、ちょっといくつかどういうところがその日高山脈えりもの地域で国立公園の資質にふさわしいっていうところが確認されたっていうところを紹介したいと思います。でまず地形、地質なんですけれども、この右の下の方に、プレートの絵がありますが、日高山脈ですね、その北米プレートの、一番下の千島湖という部分が、左のユーラシアプレートにこう乗り上げる形で、まあ、乗り上げている形でこうできた、んですけれども、右上のようにですね、まあ、乗り上げてこうめくれ上がったところがこう下のこう地質断面図にあるように、ミルフィーユみたいにこう地下のこう深部から深いところから地下の浅いところまでこうミルフィーユみたいにこう地表でこう確認できる。でまたその確認できるところがですね、まあ、地下の深部から浅いところまでということに加えて、めくらがったときにその地下のマントルがですね、一部地表にこう押し出されて出てきた、まあ、これがそのフレッシュな形でこう出てきたというところがとても珍しくて、サマニ町のホルマン観覧岩帯と、なっております。でこのようにこの地下の深部から浅いところまでこう地表で見られるというところと、そこにこのフレッシュなマントルが出ているというところがとてもその世界的にも見ても珍しくて、まあ、日本ではこの日高山脈だけで見られると。で世界的にもですね、このインドとかパキスタンとかの地帯 の、 そのカラコルムっていうところでしかこう見られないという、まあ、非常にこう珍しい地形資質となっております。次、資料の、20番お願いします。またですね、まあ、日高山脈は氷河期にこう形成されたカールが多数確認されるんですけれども、こういったその氷河期のこう地形が確認されるということと、あとはですね、そのえりも岬の海成段丘とあるんですが、干氷期の時に海の波のこう侵食を受けて
海食街ですね、こう海岸沿いにこうあの断崖絶壁の海食街がこうできて、この上にですね、この海食街のこう上には海成段丘といってこう平らな地形があのできております。こういったようにその間氷期とあの氷河期 の, あの両方 の, こうあの地形が見られるっていうのもあの大変珍しくて、日本の中ではこの日高山脈だけという特徴がございます。22お願いします。あとはですね、あの日高山脈、南北100キロ以上にも及ぶあの山岳の、険しい山岳の連なりがこう見られるという特徴や、次お願いします。そうですね、あの山脈、日高山脈がこう落ち込むところっていうのがこう襟裳岬になるんですけれども、この襟裳岬のこう先にはこう岩礁帯がこう、あって、ゼニガタアザラシがこう見られているですとか、広尾からですね、こうエリも日高にかけて、あのこういった岩礁帯があのまた見られて、あの昆布いい、良好なこの昆布干し場、干し場じゃない、あの昆布場とこうなっているところが、見られます。またですね、この、発達した海食街というのもあの先ほど申した通りあの特徴的ですし、あとはですね、このエリも町に、ハート型のこの自然湖のエリ、豊二湖というのもあの確認できております。資料40をお願いします。はい、あとはですね、その日高山脈よりも地域のこの、最大の特徴というのが、あの日本、全国的にもその原生流域の面積がとてもその広い、日本一広いというところがございまして、あの原生流域というのはあのダムとかこう人の手が加わっていない流域のことを言うんですけれども、あの大雪山、この 8% と比べても、あの日高山脈というのはその全国的にもとってもあの広い面積の原生流域を、あの有しているというところがございます。資料41お願いします。あとはその利用っていう面を、あの今その自然環境の特徴っていうところをお話ししてきたんですけれども、この利用っていう面からはですね、あの大変その日高山脈っていうのはあの厳しい山脈があの連なっているので、今その国定公園のここ区域をあの緑色で示しているんですけれども、あの一般の方がこう利用できるようなあのところっていうのがとてもあの限られる、あの今国定公園となっていて、今その国立公園化に向けて区域を見直しているんですが、あの自然の施設が残っているところっていうことなので、あのあまりこの田園地帯とかあのとてもこうあの広い範囲に広がるっていうところはこの考えていないので、あの山岳の地域っていうのが中心になるのかなとは思うんですけれども、その利用といった面であのとてもその課題があるのかなと思っていまして、今その、十勝川でいうとその中札内の平田の滝とか一般の方が利用できるところっていうのは、あとはこの襟裳岬 の, あの海岸沿いのこの黄金道路沿いですかね、そこを見たりとか、襟裳岬のこの風の館っていう施設があったり、あとはそのアポイ岳、っていうのはその、比較的、一般の方でもこう登れる優しい山ですので、あとはその日照峠のこう国道ですとか天満街道、こう国道をあの、利用してあの山の経過を見るっていうぐらいしかあの利用がこう あまり一般の方がこう利用できるところがないっていうところがございます。あとはですね、あの本当にその熟練者があのしか行けないようなその険しいこうあの登山道っていうのがその今 の, その国定公園の主な利用になるんですけれども、こういったその、利用っていうところを考えると、その国立公園化に向けてあの一般の方にこうあのお勧めできるようなあのこうゾーンとですね、あの原生的なこの険しいあの熟練者しかこう行けないようなこうゾーンっていうのをあのうまくこう住み分けをして情報提供していくっていうことが一つ大事なのかなとも思いますし、あとその国立公園の区域の中だけで考えると、この一般の利用者がこう利用できるところっていうのが限られてしまう、あのとてもその限られるっていう、あの
まあ、いい意味でも、まあ、原生的っていうか、まあ、いい意味でもあるんですけれども、こう利用っていう面では一般の方がこう利用できるところが、まあ、少ないっていう、こうデメリットがあるので、まあ、区域にとらわれずにその周辺の観光拠点と、まあ、こう連携をして国立公園っていうのを、まあ、PR していけたらいいなというところを環境省の方では今考えているところでございます。以上です。はい、ありがとうございました。山木さん、どうもありがとうございます。非常に短い時間の中コンパクトにいろいろとこの八鹿山脈よりもの特徴とですね、あと今後のスケジュールと、それから課題みたいなものもお話しいただきました。続きまして、今度はその赤薩内村で日高山脈の国立公園化の PR 事業実行委員会というのをやってらっしゃる菅さんにお話を伺いたいと思います。菅さん、お願いいたします。